琵琶湖修行の歌。琵琶湖修行の歌は、日本の学生家の一つで、琵琶湖及び、周辺地域を題材とした、滋賀県のご当地ソングの一つ。1917年、大正6年6月28日成立、作詞、小口太郎、作曲、吉田千秋。琵琶湖を中心とした滋賀県の風景が歌われる、全6番からなる曲である。 この曲は1917年、大正6年6月28日、第三高等学校、参考。現在の京都大学冒頭部の部員による恒例の、琵琶湖修行の途中、部員の大口太郎による詩を、羊草、作曲、吉田千秋のロディに乗せて、初めて歌われた。その後この歌は、参考の良家、学生家として伝えられた。1933年、 昭和8年に最初のレコーディングが行われた。第二次世界大戦後、多くの歌手によって歌われたが、特に1971年、昭和46年に加藤時子がカバーしたレコードは大ヒットを記録し、歌の舞台となった琵琶湖藩には複数の歌碑が立っている。歌の誕生の地とされる滋賀県高島市松町には琵琶湖修行の歌資料館がある。 第3高等学校に水上部、後のボート部が設立されたのは1892年、明治25年のことである。部員による琵琶湖一周の想定は、創部の翌年1893年、明治26年に初めて行われた。総手6人、打ッ1人からなる、フィックステに乗り、帝国のある美保が、先、大津市から時計回りに、琵琶湖を一周するというもので、 三泊内しは四泊程度の予定で二泊という強行スケジュールが組まったこともある行われた。この就校は1940年昭和15年頃まで行われていた。小口太郎は1916年大正5年に参考余科第二部乙類に入学水上部に入部した。小口は1917年大正6年6月の就校中にこの歌詞を 思いついたとされ、就校二日目の六月二十八日夜、今津、現、滋賀県高島市今津町の宿で披露された。なお、この年の就校は、お松、大見舞子今津彦根、長明寺、大見八幡に宿泊する四泊五日の旅程であった。小口が九百十七年六月二十八日に、今津から参考の寮の友人に宛てたはがきが、残っている。今津の宿で、 小口は、今日ボートを漕ぎながら、こんな詩を作ったと仲間に披露した。部員の中安二郎が、小口がこんな歌を作ったと仲間に紹介したとも言う。小口の詩を、当時三高生の間で流行していた歌、羊草のメロディに当てて歌うとよくあったため合唱し、これが定着することとなった。なお、今津の宿で披露された歌詞には、 その後補足が加えられており、現在見られる6番までの全歌詞は、翌1918年、大正7年夏までに完成した。その後、参考の寮化、学生家として広まっていった。レコードの初版は1933年、昭和8年に太平レコードから発売された、第三高等学校自由寮生徒の歌唱による、もの、品番、4580バイトである。 第二次世界大戦後は、歌謡曲、ポピュラー音楽として、多くの歌手に歌われた。1961年、昭和36年にボニー・ジャックスが吹き込んだのを、川切に、ペギー・ハヤマや小林・明、フランク永井・ナガイ、ミヤコ・ハルミ、ワタリ・テツヤ、バイショチエコなど、60組、以上、1999年時点の歌手が、カバーしている。中でも1971年、 昭和46年に加藤時子がカバーしたレコードは70万枚の大ヒットになった。戦前、戦後にかけて流行化となったこの歌であるが、1971年、昭和46年のヒットの頃まで、作詞者小口は名前のみ伝わったものの人物像は不明となり、作曲者については忘れ去られた状況となっていた。この頃の歌集などでは、作詞、作曲者を 奥ぐ太郎、または、参考冒頭部とする表記が扱われていた。その後、作詞者、作曲者について、飯田忠義、NHK アナウンサーら研究者による調査が進められた。飯田は、当時の水上ブクルーからの聞き取りを行い、歌の誕生の過程を浮かび上がらせた。1979年、昭和54年には、曲が、 羊草のメロディーを転用したもので作曲者の名が吉田千秋であることが判明するものの、身元や人物像は依然として不明なまま残った。新展が見られるのは1993年、平成5年、今津文化会館で開催された、美和子集合の歌会時75周年記念イベントに、際してである。吉田が東京から新潟県に転居していることが判明したことから、 新潟県の地元市に調査を依頼、新潟日報6月11日有敢に掲載された記事が地元の吉田東吾研究者の目に留まり、吉田の人物像が判明した。小口と吉田は大正時代に共に20代で創生している。互いに面識はないままであった。小口太郎、1897年、明治30年8月30日から1924年。 大正13年5月16日は、長野県諏訪郡港村、現在の岡谷市出身。作詞時は三高2年生で19歳。三高卒業後は、東京帝国大学に進学した。26歳で永明。吉田千八1895年、明治28年2月18日から1919 19年、大正8年2月24日は、新潟県。 現在の新津市出身、大日本知名辞書を表した歴史地理学者、吉田東吾の次男であった。1916年、大正4年に雑誌、音楽会8月号に発表したのが羊草であった。吉田は肺結核を患っており、24歳で永民した。吉田についての資料は、吉田文庫、新潟市秋葉区に所蔵されている。 琵琶湖修行の歌は口伝えで継承されてきたため、現在知られているメロディは、原曲の羊草とは、かなり異なっている。なお、羊草は、水蓮化の水生多年草で、日本国内に広く分布しており、今津でも見られる。小口太郎が、今津で投函した手紙の中でも言及がある。今津では、琵琶湖修行の歌ゆかりの草として、また水環境保護のシンボルとして扱われている。 滋賀県においては、1973年、昭和48年に、見保け先に歌詞が建てられたのを皮切りとして、1番から6番までの歌詞の舞台になっている地域にそれぞれ歌詞が設置されている。小口太郎の出身地である、長野県岡谷市の諏訪湖畔、鎌口水門河川公園には、1988年、昭和63年に、小口太郎像と共に、 琵琶湖修行の歌歌碑が建てられた。1997年、平成9年以来、高島郡今津町、現在の高島市では、琵琶湖修行の歌音楽祭が唱コンクールが開催されている。1998年、平成10年4月、今津町に、琵琶湖修行の歌資料館が開設された。今津勤労者センターを改装したもので、2002年、 平成14年に増築された。2017年6月には、琵琶湖修行の歌100周年記念のフレーム切手が、滋賀県の郵便局で発売された。また、滋賀県長浜市に花火費が混流された。また、京都大学ボート部 OB らが、歌の誕生から100年を迎えるのを記念し、 同年6月25日から27日にかけて歌われた場所を訪問する修行を行った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。